こんにちは、ホタルグサです。今日はネモフィラの花を作っていこうと思います。28番のこちら白地のね、紙の巻かれたワイヤーですね。こちらを 1.5 センチゲージに5回巻いて、そしてねじって片方のワイヤーを上げます。そしてですね、2本のワイヤーを持ってくるくるとゲージパイプ巻いていきます。はい、そしたらですね、この花びらを一枚一枚広げていきます。ルリカラクサとかいう別名もあるね。たくさん咲くとね、すごい青い絨毯みたいで綺麗な花ですよね。こちら作っていこうと思います。はい、こんな感じでちょっと重なっててもね大丈夫なんで広げていきましょう。こんな感じですね。ちょっと梅の花にも似てますが、そうしましたらちょっと先端部分をね上に上げるような形で形を作っていきます。これはでも指で適当にやってしまいましょう。はい、こんな感じですかね。出来上がりました。はい、次は葉っぱ葉っぱなんですが、ちょっと葉っぱが、あ、その前に、そうか、中のメタルビーズですね。こちらをちょっと黒いマニキュアで先端部分だけ塗っておきましょう。準備忘れてました。こんな感じですね。ちょっとね、まあはみ出しても大丈夫なんで、この先だけ黒くちょっとしておくという感じですね。これ、お花の中心部分に貼るので作っておいてください。たら葉っぱですね、先ほど言った30番のフラワーワイヤー、グリーンのものですね。こちらを用意しているんですが、結構ね、作るの難しいんですね、葉っぱがね、ちょっと。なので今回はちょっと特にゲージパイプは使わずにやっていこうかなと思います。半分ぐらいに折ってね、ちょっとくるくると先端残しつつ、こんな感じで折り、巻いて留めていきます。このねギザギザが結構ね、深く入ってる葉っぱなんで、どう作ろうかちょっと悩んだんですよね。こんな感じでぐるぐると左右もやっていきましょう。そして少しねじっていくからまたですね、左右同じぐらいの幅でこう折り曲げてくるくるとねじって葉っぱを作っていきます。ディップするとね、このここ全体茎のところに見えるんですが、そこもディップ液がつくのでね、ちょっと葉っぱに見えるかなと思って、こんな感じで今回は作ってみました。で、全体的にキュッキュッとまた何回かひねってから、また左右ですね、葉っぱを作ります。同じぐらいの幅でね、半分に折って、そしてそこをつまんでねじるという感じですね。こんな感じで作っていきましょう。こんな感じで最後は2本のワイヤーを何回かねじって留めます。こんな感じですかね。ちょっとねじりが足りないところはねじっておきます。こんな感じでね、何枚か作りました。はい、では花びらはこちらですね、リップをしていきます。横の方についてるゴミを取りつつ、今回お花もねいくつか作りました。つけてすぐ上を向けるという感じですね。もしねこの色なかったら、マニキュアなんかでもね対応できるので、クリアでリップしていただければ大丈夫です。葉っぱ今回ねグリーンでやったんですけど、ライトグリーンでもよかったかなと今は思ってます。ちょっとねグリーン濃いめなので、そうなんですよね、ちょっと暗い感じになっちゃうんですよね。
こんな感じでディップするといい感じに葉っぱになります。はい、ではお花は、ストレスナーをつけてから、こちらの白っぽいマニキュアですね、こちらで中心部分をね少し白くしましょう。こんな感じですね。そして乾いたらですね、ボンドで先ほど作ったメタルパーツをつけていきます。こちらですね、ボンドでいつも取り留めてしまいましょう。ちょっとねしっかり締めとかないとボンド乾燥しちゃしまうので、そしてピンセットがあればピンセットでこうして中心部分に乗せてあげましょう。はい、こんな感じで完成ですね。お花の方はあとは乾かしましょう。はい、で乾かしたものをこちらのねフローラテープの濃い色の方ですね、こちらで茎の部分を巻いていきます。はい、こんな感じですね。葉っぱの方もねあんな感じでディップした後に強化液ですね、ストレンスナー、水性のものを私はよく使ってるんですけれども、そちらにつけて乾燥させました。こんな感じですね。少し短めですが、まあ後でねワイヤー突き出しても大丈夫なので、こんな感じで葉っぱと一緒に巻いてしまいましょう。はい、まずはね1本だけ作ってみましたが、今回ちょっとたくさん作ったのでね、そちら合わせて花束にして花瓶をね買ってきたので、ようやくそちらに生けてみました。こちらはまず1つですね。あとは同じようにねつけて、最後にね少しプラスで適当なワイヤーを折って長さを調節します。こんな感じですね。そして生けてみてちょっと長さがあれなので折りましたけど、これで完成です。ここまでご視聴ありがとうございます。またよろしければチャンネル登録お願いいたします。